じゃあですね、はい、ボードとギターと紹介してもらって、はい、素敵な MXR のフェーザーを見たわけですけど、はい、先ほどちらっと言われてたボードを歪みが入ってない、うんうんうん、通常ですと歪みのエフェクター入れそうなものなんですけど入れない、はいはい、っていうことはアンプで歪ましてると。なるほど。いうことですね、うん、そこでですねやっぱし気になってくるのはアンプやっぱ紹介した方がいいなって言って、うん、アンプがねこちらなんですけども、はい、マーシャルの、うんはい、コンボタイプというか2台持ってて ESL の普段使ってるのは 100W のヘッド、100W ヘッドも持っていいんですね、はいはい、それがメインで、はいはい、ちょっと最近イベントみたいなライブ出たんでそういう時に持っていってたりとかキャビネットとか持って行きにくいんでね、はいはいはい、だからもうこれを持って行ってるんですけど基本的に同じアンプマーシャルの結構新しめのマーシャル言うてもマーシャル800とか結構歴史がありますけども、はい、JCM2000、はいね、スタジオ、はいはい、レンタルスタジオよくある、うん、あれが欲しくてでもあれがもう廃盤になってあ、そうなんですか。もう廃盤なんですか。多分やあれと同じような感じの後継機をすごい安かったんで。それ安いで思い出したわ。めちゃめちゃ安かった。アンプじゃあこれ本当にぐらいだったんですか。ヘッドの方でも10万ぐらいだったと。マーシャルで。マーシャルで。うん。ありえんですね。でもパッと見たらカタカナでちゃんとベトナム製とかだった。なるほど。メイドインベトナム。笑ったらあかんね。USA とかイギリスではない、イギリスではないですね。あのそっちの方が高いんですか。本物なんですね。そう。そうはい、カマーシャルのアンプ2台持ってるけどどっちもベトナム製なんですよ。かっこいいじゃないですか。うん、メイドインベトナム。ベトナムで攻めると。そう。ここで歪ましてるんですけども、はい、これねセッティングまだ写真挟みますけども、うん、じゃあ歪ましてんのかなと思ったら歪み量が3ぐらいなんですよね。でも一応言うとけど普通のクランチとちょっと強めのチャンネルが2つあるんでその強い方強い方の3強い方の3とはいえちょっと音出してもらいたいんですけども、はい、これが僕からしたら、はい、歪んでないなって思う。マジでバッキングとかにちょうど心地いいぐらいですけどこれ僕とかですね結構今までやられてる方なんでもっと歪んでるんですよ、はいはい、それこそ足元でディストーションとか入れるんでにゃーピーってなるぐらいの感じなんですけど、はいはい、これはどっちかというと感覚的にはクランチに近いようなイメージがあるんで。へーそうなんだ。これでソロ行く時不安じゃないですか。めっちゃ不安やけどでも僕にはボックスがあるんでなるほど。必殺の、はい、はいはい、これを踏めば大体のことは怖くない。大体そうです。 Y 系ビジュアル系バンバン。そうですね。ほんまに困ったらもうフェイザーかましますしね。そうです。フェイザーとこのワウは基本的には似てるようなもんなんで。じゃあこれはどっちかというとおまかし系のために。ごまかし系というかもう音を揺らす。なるほどなるほど。揺らしてしまう音程感っていうんですか、ピッチっていうのかな。もうとにかく揺らす。かっこいいですよね。この音で終始持っていくっていう。例えばですけど、うんはい、クリーンとかが必要な場面っていうのは切り替え可能な時はフロントピックアップでボリュームだけ落としといて。ちょっとだけ、はい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 、歪みとこうクリアな感じが右手のタッチでそうちょっと緩く弾いてクリーンっぽいのも弾けてガッと弾いたら強く出る強く出るような、はい、その辺のバランスがちょうどこの歪み量ぐらいなんです。そうそうそう、うん、これちょっと強くするともう今度弱くしても歪んじゃってみたいなんですかね、うん、トーンがちょっと濁るっていうか。はいはいはい、うん、なるほどね、はい、右手の操作でやってしまうと、うん、そうそう、もうほとんどがそんな感じやね、うん、結構テクニシャンじゃないですか。そうですね。ビジュアルだけできた。揺らしてあとはもうビジュアルだけ。ちょっとなんかそのメイジーさんのフレーズみたいなのをなんか聞かせてもらってもいいですか。うん、
難しいんはないんやけどね、何も。ごめん、もう一回やっていい？はい、そうです、そうです、もう一回。これ絶対使ってね、美味しいから。俺めっちゃ弾きにくい感じ。なるほどね。3回目。もう一回？マジで？理由あんねん。座っていけへんのよ。あ、そういうこと。あ、そういうことなんだ。エースエースだったら。いや、じゃあね。あ、ないよ。あの、あ、あるんやけど、言えば、いい編集って。15回目引かしてもらっていい？あ、やばいやばい。あ、なるほど。まあ、聞いとって気持ちいいですね。どないですか、バッキングの音、あアンプ直やし、うんうんうん、こう強く弾いてストーンとストレートになってくれる感じが、うん、強く弾いた時と弱く弾いた時のこのなんかダイナミクス感っていうか、ここが僕は好きなんやけど、こうなんかあの弱く弾いてるところから強くなるぞ名人のフレーズってあります。すいません、なんかお茶盛りしてとか切り替えはするけど、変わるんすか弾き方で。今のは、まあうん、ピックアップは変えたけど、ピックアップフロントリアに変えたとはいえ、うんはい、ここまで同じ、セッティングで音って変えられるんですね。意外と何かええ感じでしょ、フロントの音とか、うんうんうん、これはちょっと発見かもしれないです。わざわざエレクターをその時にこれ踏んでこれやってる、はい、そうそうないですからね、うん、だからステージング結構暴れれるんですわ。なるほどね。でもビジュアル、ビジュアル、ワウ系ビジュアル系なの。結構ね動かれるんですよね。結構ね低く構えてられるのもあって、はいはいはい、かっこいいんですけどね。これはちょっといろいろ勉強になりました。いえいえ。音からね何からじゃあアンポまで紹介させていただいて、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。メイジーさんで活動、はい、なんか Facebook？ あ、会社バンドなんで、アカウント持ってるのが基本的に Facebook なんです。 Facebook です、はい、Facebook、はい、うちのバンドのターゲット層が高齢者なんで、 Facebook しか知らねえよっていう人がたちをターゲットにしてるバンドなんで、うんうんうん、メンバーの方で YouTube とかされてますよね。あ、YouTube のアカウント持ってます、すいません。ありますね。ありますね。嘘ついてました、すいません。隠れサイトみたいにしてるんですか？ね、うちのバンドが一応明治チャンネルっていうのを Facebook の方で上げてるんですよ、うん、そうですよね、うん、ですごいローカルな感じの身内ネタばっかりなんで、うん、YouTube の方に上げるっていうこともせず、なんかちょっと敷居が高くて当時最初はやり始めた時は、うん、YouTube じゃないよね、うんうん、で気楽にこう Facebook に上げて、ライブとかのダイジェスト版とか、うん、そういったやつだけを YouTube に上げてて、なるほど、うん、YouTube に上げるのを忘れがち、どうしても更新が Facebook で収まってしまって、なるほど。これはちょっと今回の音玉大きいですね。何本か流れていって行ったら、もうそんなこと言うとられへんぐらい、ここで作っていかなくなりますけど、こういうの載せときます。はい、はい、もう近々ね、はい、X とか、そうですね、インスタグラムとか、そうですね、はいはい、アカウントを開設して、そうです、そうです、幅広くね、もうワウ系ビジュアル系、ワウ系ビジュアル系メイジーってこう出てくる、メイジーできるだけこれからの若い人たちにもね聞いていただければと思うんですけど、精力的にライブもねされてますんで、そうなんですよ。ライブがすごい結構なピーチでやられてるんで、たまたまね今去年にドラムが新しく今の現ドラムカンさん迎えて、そうなんですか。そうなんですよ、はい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 、でメンバーが変わってサウンドもちょっと変わって、うん、いい感じになってきたん で、はい、でたまたまそのタイミングでオファーっていうか、うん、お声かけていただいたので、から先もライブの予定が
そうですね、一応7月に確定ではないんですけど、ね、はい、またやらせていただくので、結構活動的に。そうですよね、はい、また KD さんのライブやった時はここで告知させてもらいます。そうですね、 あ、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。それこそ昨日のライブ映像も戸玉の方で、あ、そうですね、流しますんで。盛り上がったんでね、2000人ぐらいのね。おー、すごい、ビジュアル系 YouTuber、 ワウ系ビジュアル系もういろんなところが全部噛み合わさって ね、 そうですね、なかなかね、黄色い歓声に包まれて、うん、そうそう、すごかったですよ。もうね、動かないとね、間違えたりとかね、ミスしたりとかね。そっちですか。動いてる方が言い訳しやすい。なるほど、なるほど。動いてたからしょうがないよね、的な。そうそう。ずっと動いてるから、ずっと間違えるのしょうがないよね。まあ、いうことなんでね、これからやっぱり名人さんが目を離せないんでね、うん、はい、あと本当に困った時、多分止まった時だと思いますんで、はい、皆さん名人さんをですね、ぜひ生でですね、うん、見ていただけたらなと、はい、今日本当にいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。安いというか、僕の持ってるギターと全く違う感じがしますね。あのね、ネック太いです。はいはいはい、うん、で弦高もやっぱりまあちょっと違うのもあるんですけど、あのね、何があってね、この歪みの少なさは、うん、僕は多分本番むちゃくちゃ怖い感じ。なるほどなるほど。だからすごいですよ、やっぱ木村さん、これでドライブやってしまうんですから。はいはいはい、根性ありますね。どうでしたか、久しぶりに。いや、久しぶりだったね。はい、久しぶりですよ。ね、ジャムさんも気合入ってましたね。いや、僕はもうね、やっぱりもう好きなジャンルなんで、はい、本当はね、もっと細かく触れたいのもあったんですよ、うん、電源こんなん出た出た、シールドこんなんとかね、あるんですけどね。またあの明治さんの情報は概要欄なり、はいはい、そうですね、まあ、ライブ近くなってったらまたあの投稿の方で告知させていただきますので、はいはい、皆さんチェックもよろしくお願いします。あ、花あるんですよ。花ありますよ。本当にあのメンバーというかバンド自体が、うん、ボーカルもすごい顧客を持っていくんでね。はいはいはい、楽しいですよ、やっぱし、ね、うんうん、ライブの方もチェックしていただいて、はい、ぜひともね、皆さん足を運んでいただけたらと、はい、思います。で、またここのチャンネル、もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではまた、次回のお楽しみ動画でお会いしましょう。さよなら。ではまた。